喋るはアスペン、黙れのコミッション、慌てる姿はパニック障害、ヤッホーがいたーい、発達障害当事者のタヒューちゃんです。こんにちは。で、聞いてください。はい、今日ね、お話ししたいことっていうのは、もしかしたらタヒューちゃんだけなのかなっていうことなので、今一度確認させていただきたいことでございます。はい、今日も ADHD あるあるいっちゃうよー。ボッケの中パンパーンです。これどうかな。なんかよくね、その発達障害者の人って、特に ADHD の人って、カバンが重いとかさ、カバンに物を入れすぎだとかっていうのあるあるでしょ。で、以前にもそういう動画出したことあるんだけど、今さ、薄着じゃん、夏、まあ、まだ、まあ、まだ秋だ、秋に入りかけだけど、初秋なんだけど、夏とかってさ、薄着になるからさ、物を入れると言ったらさ、ズボンのポッケしかないわけ。アウターとか着てたらさ、アウターのポッケとかに入れればいいんだけど、まあ冬でもね、夏でも、まあ、タヒューちゃん、基本ポッケがパンパンなの。ポッケがパンパンってさ、ダサいって思うかもしれないけど、タヒューちゃんはダサくてもポッケに入れたいのものを。でね、ポッケがいつもパンパンすぎて、たまにね、ポッケの中で なんか物をなくしたりとか、ポッケからなんか落ちちゃったりとかってしてることがよくあって。で、これをね、ちょっと発達障害のね、仲間の皆さんにも聞きたかったんだよね。ポッケパンパンじゃない？まあ、女性の場合はさ、結構そのレギンスだからあんまポッケないよとかさ、ワンピースだからポッケついてないよとかさ、そういうのはあるとは思うんだけど、あとスキニーだからね、物入れるとちょっとデコボコしちゃうとかさ、座るとき大変とかね、あると思うんだけど、タヒューちゃん基本的にもうね、もうポッケがあれば何でも突っ込むの。本当に。で、この前さ、の動画でさ、スマホ3台持ち歩いてるって言ったじゃん。でね、スマホ3台をね、同時に使う時っていうのがね、外にいるとあるんですよ。それはなんでかっていうと、外でタヒューちゃんがショールームの配信をする時とかは、もう外で同時で全部端末使っちゃったりとかするから、結構ね、ポッケの中が大変なんだよね。で、モバイルバッテリーもこんな大きいやつとかだから、ね、それもポッケに入れたりとかするとすごいデコボコしちゃうし、で、どうなんだろう、バッグがパンパンとか、そういうのはね、あるあるだよねってみんなも共感してもらえると思うんだけど、ポッケどうよ、ポッケ。タヒューちゃんは、物をね、例えば出かけるときに、ハイパー重いカバンを持つか、ほとんど何も持たないかっていう、もう、両極端だからどっちかしかないわけ。もう、フル装備で行く場合は、もういろんな充電器とかさ、もういろんなもう三脚やら何やらって全部入ってんの、カバンの中に。そのお薬やら、目薬やらとか何やって。ペンもそうだし、ノートもそうだし、で、ノートパソコンと iPad も入ってて。でもね、すごい軽装の時はね、ポッケに何でも物を入れて出かけちゃうの。もうどっちかしかできないんだよ。なんかほどほどに物をね、持って出歩くことができないんだよね。なんか外に出て、例えば、ああ、ちょっと顔拭きたいなと思った時にさ、顔拭く紙あるじゃん。顔拭くウェットティッシュみたいの。あれ、洗顔ペーパーとかがないと、もうイラつくわけ。でさ、出先で買いたくないの。持ってるのになんで買わなきゃいけないのって。しかもお得用のさ、やつ買ったのにさ、外で買っちゃったらお得用買った意味ないじゃんとか言って思うから、買いたくないんだよ。で、デオドラントとかも絶対買いたくないわけ。お得な時に買ってるから。お得なものをね。なんかね、そういうこだわりが強いせいでね、どうしてもね、カバンがパンパンになっちゃうの。なんだけどさ、ま、すぐそこまでってなったら、もう絶対カバンとか持たないわけ。したらね、ポッケがパンパンにパンになっちゃってね、やばい。でね、今日なんてね、お金を裸で、ポッケに入れてたんだけど、どこのポッケに入れてたかも覚えてなくって、お金がない、お金がないとか言って、部屋中超探し回ってたの。やべえ、もう家出なきゃ、家出なきゃとか言って、したらね、ケスポケに入ってて、あっとか言って、あったとか言って、もう本当に参る。ポケットの中ですらも物が行方不明になるからね。それで慌てるからね。ね、何なんでしょう、このおっちょこちょいは。おっちょこちょいで済むのか、これは。もう、障害だからな。はい、今日も最後まで動画見ていただきありがとうございました。タヒューちゃんのタヒュー TV では、このような ADHD あるあるをみんなとシェア
シェアリングしたいと思っていますので、もしね、何か感想など、あるある、そういうのあるあるとかあったら、コメント欄、ぜひぜひ活用してくれると嬉しいです。そして、この動画が良かったら、高評価いただけると嬉しいです。それで、最後に、チャンネル登録、まだの人いたら、よろしくお願いします。はい、というわけで、タヒヌ TV のタヒヌちゃんでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。